ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都杉並区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノンアイリス HF11。 ビデオカメラが故障し電源が入らなくなってしまったものです。データ復旧処理を行い、3時間の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。